ユンドアンがインタビューでアラウホの行動は軽率だったと公の場でコメントしたことに、組んでとアラウホは不快感を感じてるみたいです。アラウホに言ったのにね、組、うんでも怒ってるっていうのはそこは仲いいのかなとかね。組んでのことも言ったのかな。やっぱあのクリアのねミスね。でもね、なんかちゃんと言うぐらいがいいよ。あの、あれ、例えば、組んでとアラウホってああいうミスずっとしてきてるからさっつって。まあ獲得した時点で良くなかったよねみたいな。<laughs> アルプスの少女ハイジのおじいちゃんみたいな。 ハイジがさ、なんかシチューかなんか焦がしちゃったのよ。ずっと混ぜてなさいって言われてたのに、寝ちゃって。したらだ、いいんじゃいいんじゃ。ハイジに任せてたわしが悪いんじゃっ。つって。それでハイジショック。一時性格悪いみたいなのがあって。キュンドンはそこまでじゃなくてよかったね。やめ、山の下げたのレオさんでいいどうですいやだ、誰下げるかっていうのでね、そこのチョイスはね、まあ、僕だったらカンセローなんですけど。 だからもうバルサの話すると、まず、あの試合に関しては、アラウホのファールでレッドみたいな。で、まああれはもう、判定云々はもうこのチャンネル基本喋るんですよ。で、あの判定出るとして。その前までの流れでさ、試合見てた人はわかると思うけど、えアラウホこんなに縦パス狙うってぐらい、なんか本当に、レバンドスキーにシュートしてんじゃないかっていうようなさ、もうバンバン縦パス狙ってたじゃん。その縦パスが繊細じゃないのよ。こう、整体入れて体の向きでストンみたいな、配るし的な縦パスじゃないのよ。 もうなんか、間にいるディフェンス全員ぶち抜けみたいな,な。タイガーショットみたいな縦パス入れてて。こんなに入れる今日アラウホみたいな。これ、これ狙いなのか、ラウホがテンパってるだけなのか、どっちなんだろうな、みたいな。って思って見てたんですよ、アラウホのこと。いや、だいぶアラウホかかってたなっていうのが一個と、もう一つが、縦パスってどういう時に入れるっていうので、無理に入れる縦パスね。もう、想像したらみんなわかると思うんだけど、あの、他の選択肢ない時じゃん。 縦パスしかないときじゃん。って言うとさ、やっぱり、悪ささ、アラウが横パスできる選択肢さ、配るしまで距離遠すぎるとか、でバックパスってむずいんですよ。こうプレイしてる人が、こう変えてやんなきゃいけないから。で、そうなると今度じゃあ、ちょっと近めの組んでってなるじゃん。組んでも結構離れてったりするんだよ。とか、あと、ちょっと高すぎて、横パスするには、相手の左ウィング来そうみたいな。だから、アラウの縦パスって、もうなんていうのもう消去法の縦パスというか、 逃げの縦パスみたいな感じになって。だ絶対に逃げたいからそれが力こもってバースンみたいな。もう組んでくも配るしくも助けてくんないから、レバンドスキーさんみたいな感じの縦パスだったのよ。うん。で、あらほ大変だな、みたいな。で、そういうので、まあ攻撃のリズム悪くなるとさ、守備のリズムも悪なるじゃん。だってあの、ピンチになったシーンもさ、あの、あらほのサイドへの、サイド縦パスのきつさじゃん。なんか、なんでそこを無理してウィングつけようとしたみたいなさ。 あの、縦パスは、縦パスというか、アラウホの今回の、もう、かかり方というか、この、テンパり方。あれは、アラウホ自身のテンパりありますよ。アラウホってテンパる人だから。テンパりを身体能力で、お釣り来るっていう考え方でいい選手という選手だ僕はアラウホ大好きでして。アラウホが一番性格いいから。用具かかりのおじさん倒れた時、一番すぐ駆け寄ったのはアラウホだし。なんだけど、 その、ああなった、洗う方が、そのテンパりやすい洗う方がよりテンパったのは、チャビ戦術のせいだよっていうのは言っておきますね。うん。そこの迂回経路ちゃんと作ってあげないとか、そもそも洗う方に苦手なビルドアップ真ん中でやらしてるっていうのがあります。はい。で、もう一つは、フォーバックで、えー、右から、えー、洗う方と二人で並べたら、足早いから超ライン高くできるぞ、ダブルビーストだで取った組んで、うん。で、真ん中使ったら裏気はできないみたいな。 そう。ビルドアップも縦パスつけすぎて怖いみたいな。で、最初のうちは、こいつビルドアップ苦手だから右サイドバックの中でかなり低い位置で張らせても、ビルドアップ絡まないようにしてなんとかしようとしてたらアラウホ。うん、で、なんか、あ、思ったより早く育った、配るし。で、ディフェンスって何ですか、カンセロ。ノ方バックじゃん。この時点でだいぶ危ういわけよ。で、この4枚で勝つにはどうするかというと、攻撃をずっとするっていうのが一番いいじゃん。その中で1人減ったっていう。 うん、で、一人減ったってことは、ね。まずこの4枚になってる時点でやばいんだけど、ここで、ラいを一人減ったってことは、守備力を上げなきゃいけないわけじゃん。の中で、あの、山で下げて入れたわけでしょ、一人。で、その時にカンセルを残してるから。一人少ない中で守備の時間増える中でカンセルを残したら、そりゃ水溢れるよねっていう。バケツがちっちゃい、ちっちゃすぎるよねっていう。蛇口からバケツに、 水入って溢れたら失点っ,っていうこの構造で話すとすると、蛇口の勢いがすごくなったわけじゃん、もう。人少なくなって。なのにバケツ自体は荒食えなくなって超ちっちゃくなってるのよ。だからバケツの拡張必要じゃん。ってところでカンセルだから。で、カンセル取りたかったのも、組んで取りたかったのもチャビっていう。チャビの戦術的なところはもう無理として。そっからの修正もチャビっぽいし。で、最終的にはさ、なんか、ブチ切れて審判に暴言吐いて退場になってるじゃん。だからもう、もう全部がもう。 つながってるっていう戦略から戦術からもう全部つながってるっていう。で、これがもっと言うとすごいね、あの、盲目なバルサファンの人には残酷なこと言いますよ。あの、真実だから言うけど。あの、チャビむっちゃ最近評判良かったじゃん。チャビでいいみたい。やっぱチャビ続投じゃないかみたいな。で、結構海外の有名なバルサファンのインフルエンサーの人なのかな。すげえフォロワーいる人が、チャビ続投。 しようぜみたいなんでめっちゃいいねとかリツイートとかされてたの。で、これ、それがもう、あのバルサの衰退を招いてるんですよ。どういうことかっていうと、チャビを続投するかどうかの話じゃないですよ、これ。チャビの次を決めて、例えば、えっ、ー、と、デゼルビ来ますとか、チャビの次、今だったらマルキスです。ここの話ぶっ飛ばして、チャビを残すか残さないかっていうところで盛り上がっちゃってる。これもうおかしな話じゃん。A 案と B 案どっちいいかで、 B 案にする必要ないから A 案続投でなのか、B 案の方がいいから A 案を却下するかっていう話じゃん。なのに、もう、今調子いいかどうかだけで、B 案とかを出さないで言ってるこの時点です。浅はかすぎるんですよ。で、負けた俺は、ああ、マルゲスって言ってんじゃん。みんなじゃない。この、チャビ続投かどうかだけで、イエスはノーで、それだけで、うわーって言ってたから、うーって言ってたかってだけだと、訴訟性のクラブで、サポーターが力持つクラブで、そのサポーター自体が、 うん。手前の方でそれやってるんだったらずっと強くなんないよっていう。強くするには、賢い努力が必要だから、賢いっていうのは戦略性の話なんですよ。だから、チャビで続けると、こういうメリットがあって、こういうデメリットがある。だから僕いつも言いますけど、チャビで続けると、悪道を構成させるってメリットありますけど、それ以外デメリットだらけで、特に、あの、選手の獲得に口を出すんですよ、チャビは。それのセンスが抜群にないっていう。で、今回もはっきり証明されてんじゃん。っていう、このメリットデメリットで言ったら、 もうデメリット大きいよと。で、この流れ戻ってきてんのは、クバるし出てきたとか、デヨング戻ってきたとか、何より手足提言が復帰したってとこだから、チャビ自体がすごくなったわけじゃないんですよ。サッカーっていうのは選手なんだから。だから今後も、そういうノリだけで、チャビいい、チャビー悪い、マルケスいい、マルケス悪いだけで。だってそのノリだけでやっててバルベルで解任しておかしくなってるわけだから。だから、もう、有能な独裁者がいるクラブって強いじゃないですか。ちゃんと戦略性を立てるから。もう昔、もう歴史が証明してるんですよ。 群衆には戦略性はない。大衆にはっていう。で、自分が大衆側じゃないっていうふうに考えれる人が戦略を打つわけで、今この話を聞いてるときに逆に嫌な気持ちになったんだら、それはやばいと思います。逆にそれ聞いてそうだそうだって思うんだったら、その、なんていうの、この人に流される良くない大衆性を持ってない人だと思います。そういう話で、だからもう、なんか昨日一試合の話じゃなくて、もうあの選手獲得でそうやってて、で、 それをやってるチャビ自体が、もう自分をコントロールできないから、自分コントロールできない人が他者コントロールできないし、自分コントロールできない監督に引き入られ,れた選手は、それ、洗う方のあれ良くなかったっていうし。で、もっと言うと、ギュンダーのそれ、俺、記事読んだけど、そんな辛辣には言ってなかったけどね。ただ、言われた人は個人攻撃されたみたいな感じで嫌な感じになるかもしれないけど、そもそ,そもそも洗う方は、ね、攻撃面はみんなで助けるべき存在ですから、ね。で、守備面で洗うウフのフィジカルで助けてもらうっていう。そうチャビは、だってもう、選手の頃からさ、そう、 芝ボコボコしてるから、これ直す、直すべきだみたいな。血のりって知ってますみたいな。自分が有利なところに引き込んで戦うのが戦なんですけど、みたいな。そういうのも分かってない人だから、ジャビアで、そのね、自分たちが負けて相手がボール繋がなかった時にアンチフットボールって言っちゃう人じゃん。だ基本的に自分は正解え。自分が思ってるやり方しない人は間違いっていう考えの人で、その人が怒っちゃって我を失うから。で、それがね、サッカーにおける一番重要な、いい選手を集めるってところの、そう、選考基準が、 うんめちゃくちゃビーストっていう、これはきついよね。まあ、それがまあバルサハイタイの理由ですね。うん